ぬかたのだし行事は、京都府福知山市役の町で10月に2日間に、渡って開催されている祭りである。1990年、平成2年に、京都府登録無形民族文化財に登録された。ぬかたのだし祭り、ぬかた祭りなどとも呼ばれる。役の合奏者、旧役の町内の195の神社の一宮、総陳守とされるぬかた一宮神社の秋の、 例大祭として開催される。この祭りがいつ始まったかの正確な記録は残っていない。しかし2005年発行の役の調子に90年前との記述があるため、少なくとも104年の歴史があることは分かっている。五国豊上を祝って神に感謝し、来年の豊作と、家内安全、無病息災等を神に願い、旧三陰道を通る旅人を楽しませようと、 江戸時代に始まったとされる。1日目、宵宮野菜の作りん、下出し宵宮の公開終了神社前とした町、上町の境において、宵宮最後の2階部分の開店を同時に行う2日目、本宮、本祭野菜の作りん、下出しの本宮一般公開開始神社前とした町、 神町の境において、元宮最後の二階部分の開店を同時に行う、ご神木の御腰が、ぬかた一宮神社に宮入り、新戦士の儀式儀式終了の合図をもって、野菜の作りもん下出しの本宮一般公開終了。大きく分けて三つある。宵宮と本宮の二日間にわたって、二階部分が、開店する、出しの巡行、神のお心のままに巡る本宮での一本木の木の、 三越、御神木のお旅、五つの村ごとに桶山の性格を持つと思われる野菜の作り物の披露。府内にも類例のないものであり、平成2年にぬか田の出汁行事として京都府登録向け民族文化財に登録された。出汁祭礼は、宵宮の飛空時によって取り行われる神事で幕を開ける。午後5時半頃からのりと創上。 お祓い、玉串奉天などの新人が行われ、午後6時頃から巡行を開始する。巡行中は発表着用し、道中歌を林につけて歌う。東西の町外れまで巡行し、途中、修儀をいただいた家の前で屋台を止め、二層部を回転させて、家の方向に正面を向け謝意を表す。修儀をもらうことを角付けという。午後11時頃、宮入りが行われる。 屋台が神社前に到着すると引き手たちが、屋台の中で金すりや太鼓打ちをしていた子供を連れて、参拝する。彼らは競うようにして、境内を駆け上がり本殿に参るが、その時子供を抱いたり肩車したりするのが習わしで、あるという。その間、2機の屋台は2層部を回転させる。これでこの日の巡行は終了する。解散する頃は深夜である。 本宮は午前8時頃より、宵宮と同様、屋台の巡行が行われる。この時千子たちが、屋台の引き綱の先に、さらに細い綱をつけ、引いて、巡行に参加する。11時頃、駅正面の広い通りでは、宮本と下町の屋台の間に、奥の子供みこしを迎え入れ共演が行われる。これを、引き揃えと呼ぶ。この引き揃えは古くから行われているものではなく、 平成になってから、観客から一堂に会した姿を見たいという要望に応えたものである。また屋台巡行の道中でも行われる下町の祝い餅つきもあり賑わう。その後宵意宮と同様に、宮入りが行われ、屋台の二層部を回転させてから各町へ引き戻り、巡行が終了する。そして午後の本祭神事と御神木巡行に備える。御神木御神木は面取りをした四寸角。 長さ2軒の1本のヒノキの角棒である。先端に定番樹の枝と、みてぐら640水を祝えた極めて古色豊かなものである。みてぐらは、宵宮や前日に総代によって準備される。午後1時半頃から、総代以下役員、宇じ子が社殿に参集して、社殿での神事が執行される。神事の後に、採点役割帳に記載された。 巡行の役割が読み上げられ行列が作られて巡行開始となるのだが先立って御神木の先端を本殿に突き込む御神霊戦をする。巡行の祭り列には多くの役割があり大勢の氏子が隊列を組みその長さは200メートルにも及ぶ。御神木の御行きは神事が取り行われた後まず下町の八幡神社に向かって祭り列は進む。御旅所での神事が終わると 区内巡行に参加する役以外の者は、一宮神社まで戻り、神持ちをいただいて解散する。午後3時から、お旅所神事の後、ご神木は太鼓や掛け声の音玉に包まれながら、動きの早い勇壮な巡行に加わって、ぬかたを駆け巡る。ご神木は、お旅所神事の後宮入りまで7名の御神木柿が、御神木を奉仕し一段となって、町内を縦横無尽に巡行する。 この時、ご神木と共に行動するのは、敬語役、神明学持ち、区長、太鼓打ちであり、一行と別に立ち持ち心境持ちを従えた神官と、宇じ子総代がつかず離れずついていく。現在は、一応順のらしきものを定めているが、本来は、気の向くままに移動していたという。このため家々では座敷を開け放ち、正面には鏡文おみき、千枚を備え、屏風を立てて、 池花による座敷飾りを行い、軒先には高張上鎮を吊るすのである。高張上鎮の日はご神木が宮入りするまで決して、絶やさぬように気を配っている。宮入りの頃になると、う子は皆神社に参り、ご神木が収まるのを待つ。境内へ上がる階段では神社に上がろうとする、ご神木とそれをさせまいとする、う子たちによる豪快な駆け引きが展開される。 ご神木の先端が、無事本殿に到着し新戦士の儀式を最後に長い、巡行の旅が終了する。以上は祭りにおける神事の一面である。作り物しただしは、うじこで歩いつつの集落で一計ずつ作られ、昔話や伝説、物語の名場面など一情景を、農作物や、好みなどを使って表現する野菜の作りんで、各集落が趣向を凝らしてその出来栄えを競う。 制作期間は1ヶ月ほどで祭りに花を添える。単、上町を宮本と呼ぶ。市宮神社所在場所の事故という意味合いでの故障だと考えられている。ありがとうございます。